ブースティーァン祭り1日目終わってからの夜になんか配信をしたような気がするから12日以来かなこんばんは今日は顔が漏れなかったので <laughs> どうにかメイクをこん。 なんか、もっともっと軽いメイクの予定だったんですけど、本当に顔が漏れなすぎて、どうにか必死にメイクをしました。メイクしたけど漏れないまあそういう日もあるよねっていう。<laughs> こんばんは。<coughs> こんばんは、ね、花湯ポーズ。こんばんは。 ちょっと前髪をね作るのがめんどくさくて前髪がないんですけど <laughs> でもおでこ出しもいつか公園とかでできたらいいなと思ってるいつかね <laughs> こんばんはなえしか 本当ですか始まる気がして待機してた。おぉすごい超能力だ。<laughs> こんばんは。お久しぶりです。こんばんは。あえて嬉しい嘘を私も。なんか結構私の配信は基本ゲリラなので。急だったんですけど、来てくださってありがとうございます。 はい今日は漏れてないです顔が <laughs> こんばんはね急ですよねごめんなさい早急なんです <laughs> <coughs> そうブースティファン祭りを終わってファン祭り前もちょっとリハがバタバタし始めてから全然配信できなくて 祭り終わってからもちょっと私が体調崩してしまいまして全然できてなかったので本当に全然安心できてなかったからちょっとやろうかなっていう気持ち <laughs> ハイライト塗ってないな、ね、ハイライト ハイライトだけ塗りたい。おお鼻が通る。すごいねメイクって。<laughs> すごいメイク。 うーんちょっとあんまり時間は決め、あの、ちょっと読めないんですけど、あんまり、うーん。でもとりあえず、チャットをまだ今日送りたいので、10時までのどこかでは読めます。でも、もしかしたら、 そのもう一回、そのな後始めるかもしれないけどわからない。<laughs> ちょっと待って、ね、え今日もがみななかさんご卒業発表されたというのは本当ですかちょっと待って今コメントを見てびっくりしてしまったえー、でもさっきなんかショールームの通知が来てた気がするんですよね でもそのブースティファン祭りの話も全然私できてないからしたいんですけどうーんえーっとほんとかなちょっと待ってびっくりびっくりしすぎてまだ言葉が出てきてないこんばんは そう、ご帰省オーディションも発表されましたね。だから話さなきゃいけないこともたくさんあるんですよ。え、待って、最上みながさん、本当に卒業発表されたっぽいね。なんか、え、待って。えぇ、ー。えぇ、ー、ショック。えぇ、ー。 なんかそう私全然配信できてなかったから、ブースティーファン祭りの私もまだこれからしたいんですけど、まず勝手に私があの、ずっと本当に可愛い方だなぁとずっと存じていて、 でもブースティーファン祭りでセカラシカっていう曲をやったんですけどそのペアスタンドを使ってペアで HKT3 と NGT でペアになるあのな,なる演出というかなんて言うんだろうなうん振り付け演出があって その前日リハーサルで行った時に「どなたなんだろうな私のペアの方は」って思ってたらまさかの最上菜々香さんがペアで本当にびっくりしたけど本当に嬉しかったんです私勝手にあのすごいずっと本当にお顔がタイプだ,だし な,んかなかなかお会いできることはこれまでなかったけど勝手に私が、あのー、画面で好きな見てて好きな方だったのでまずペアになれたのがすごい嬉しくてでお写真も撮っていただきましたし。 なんか待ってご卒業発表されたのびっくりだしえ待ってだから今ハショルムされてんのかな私が見に行きたい <laughs>、えー。 スポーモンの方たくさんありがとうございますぜひフォローしていただけたら嬉しいですとっても <laughs> そうなんかいろいろ話したいことがありすぎて追いつかないんですけどとりあえずあのえー頭が追いついていないけどとあのー、本当に直接お会いしても素敵な方でした 素敵な方だったしお写真を HKT さんと撮っていただいたお写真は3期生の X にあげてるのでぜひ見てみてくださいそうあんまり私人に声をかけられないかなりこうなんだろうな内気な性格なんですけど どうにか勇気を出して <coughs> 何人かとお写真を撮っていただいたのでぜひ見ていただけたら嬉しいですそうですね、ご寄生募集の話もしたいよね 昇格発表8月18日のおしゃべり会の場で皆さんには発表あの昇格をさせていただきますっていうお話を発表して一応まだ発表はされたけどあのもう少し秋頃からなのでもう少しですね今はまだ正規メンバーではないです ごめんなさいコメント読みきれてないんだけどうんえー、えー 加入した時期は近いんですよ結構近くてあの3期生が加入した時期と HKT さんのあの6期生さん <coughs> が加入した時期が近くてまだ加入して同じくらいなのにああの結構加入してすぐの頃から活躍されてたから <coughs> 結構同じぐらいに入った他の48グループの方っての存在ってすごい刺激になるというかそうだからななかさんもすごいご活躍されてるのを見てああすごいなって思ってましたし えー、本当にでもご一緒できてよかったです本当にめっちゃ適当な前髪が恥ずかしいんですけどあのー、えー、あんまり私はついてないことが多いんですけど菜々かさんのピアニー 慣れるなんて相当な運を使ってしまった気がします <laughs> その後お写真撮るときに何かポーズありますかって聞いてくださってお花でって伝えて私はナナかさんのナナをこう作らせていただいてポーズの交換までしていただいて いやペアにな慣れていなかったら慣れていなくてもお写真撮りたいなって思ってたと思うけどきっといけてなかったんですよ勇気がなくて。うん、今回あのお写真一緒に撮りたいなって思ってた方はたくさんいたけど結局撮れたのは数人の方なので。 えー、来年1月2七日卒業。ええー、あと少し時間。ブースティーファン祭り第2回が開催できたとしても、その時にはいらっしゃらないのかな。うーん。ええー。またどこかでご一緒できるように。 頑張りたいですしそのご卒業されてからどうされるのかちょっとわからないけれど <coughs> なんかまだタンがねたまに絡んじゃうんですけどごめんなさい喉が。<laughs> 本門の方嬉しいぜひフォローしていただけたら嬉しいですそう私とっても人見知りで。 すいません、コメントが本当にほとんど読めてないんですけど <laughs>、ちょっと舐めちゃってる。そう、すごい人見知りで、あんまり自分から話しか人に話しかけるとか、あんまり得意ではなくて、人との距離を縮めるのも得意じゃなくて。うーん。NGT 後輩ともっと距離を縮めたいなって、同期がすごい先輩とか、後輩と仲良くしてるのを見て、私は自分からお話しかけに行けないから、いいなーって思ってるくらい、人見知りなんですよ。そう、圧倒的陰キャなんです <laughs>。陰キャなんですよ。 そう、君はもっとできるようなの歌い出しも歌われていて。おしゃべり会はね、あのね、なんだろう、わーって話しちゃうから全然人見知りに見えないと思う、そう。なんかおしゃべり会は、わーってこう、マシンガントークしちゃうから、あのー、 話したいことがあったのに、花井ちゃんからバーって話されたから何も話せなかったとか聞くのはもうたまにあって申し訳ない。大体話し始めて、この瞬間的な1秒で話し始められなかったら、あ、お話しされることないのかなって勝手に思って、いや違う、なんて言ったらいいんだろう。僕あの、こんにちはーってなって、あの、 せっかく来てくださったのに漫画行っちゃうともったいないなぁ。話したいなぁって、あの、思うから、始まってすぐの1秒で、あの、来てくださった方から何かお話を振られない限りは、大体私から何かお話しかけます。<laughs> そう。X、今、インスタグラム個人のアカウントがあるんですけど、皆さんフォローしてくださってるかなあのイグラム。あのー、X は今なくてですね。でも、最近メンバーになったら作りたいとは思ってます。わかんない <laughs>。と、私は思ってるけ,どけれど、大人の方と相談ですね。 漏れてない方が可愛いってどういうことメイクが薄い方が可愛いってことかな <coughs> <coughs> そう、ブースティファン祭りでは一応正規メンバー、その NGT の曲を披露する NGT のブロックでは正規メンバーとして3期生まででパフォーマンスしたりとか、そう、正規メンバーとして、 なんだろうな。のパフォーマンスは気が引き締まりますね。NGT を代表して、うーん、になるから。そう、ハイタッチ会楽しかったです。あの、初めてだったんですよ。おしゃべり会だからいつも。すごい楽しくて、いつもよりも、あの、いつものと同じようにお話はできるし、 お話できた上にさらにタッチもできるからより楽しいメリットしかない感じでしたあとそう渡り鳥の衣装でお話できたからこう衣 結構喜んでくださったファンの方多かったかなっていう気がします。 ちょっと待ってね、今何時だろう <laughs>。あ、52分だって。もうちょいしたら一回切らないとチャットが送れない <laughs>。からチャット送ります。で、その後はもう一回始めるかちょっとわからないけど、始めるかもしれない。と、あの、江浦優香さん。13歳で8歳年下の子だったんですけど、 あのこれは「君とどこか行きたい」のペアぶりのペアでしたそうめっちゃ向き合うふりの時ずっと癒されててめっちゃ可愛かったです笑顔がでもそろそろはあのチャットを送るために一旦やめないといけないので <laughs> ちょっと待ってねなんか大人っぽい 前髪をめんどくさくて作ってないからかな <laughs> ちょっと眉毛が適当すぎるんだけど前髪がないです今日は <laughs> おしゃべり会話しやすかったそうそ嬉しいでもおしゃべり会はね 食べちゃう。そう、ぐいぐい行っちゃう。話してくれるの嬉しい、ね。ええ。 姉ちゃん見てるとドキドキして話せなくなっちゃうえー、なんでなんか私なんかに緊張するとか言ってくださる方いるけど全然なんかなんだろうなそんな私は高嶺の花みたいな存在のアイドルではないのでな <laughs> んだろう距離近くいろいろお話できたら嬉しいなって思います <laughs> えっと54分そろそろチャットを送るために一回やめないといけないちょっと待ってね<笑><笑>でもそのファン祭りで見つけてくださった方がいたりとか。 あとは関係者の方で声をかけてくださる方がいたりとかが嬉しかったんですよね、ブースティーワン祭りは。そう。<laughs> で、ダあの、そういうのをね、話しているとね、終わらせられないので <laughs>。<laughs> やめないと、団長読まないと終わらないよ。 はい、えー、誕生読みをします。1位、ファントムは花江ちゃん大好き、行事キャンペーン中さん。ハート。ありがとうございます。2位、流行語大賞さん。小顔ポーズ。ありがとうございます。3位、ライヒちゃん花江だけ。ありがとうございます。えー、4位、おお、<laughs> 4位、サンソンさん、ありがとうございます。 えーっと、5位、エムデイさん、ありがとうございます。六 <coughs> ポーズ。6位、リエチャンズさん、ありがとうございます。キョロキョロしに行く人。今日も感心してますよ。<laughs> 7位、パンダの帝王さん、ありがとうございます。クマ。ち位、しめじじさん、ありがとうございます。うさぎ。 9位、全然過去鎌倉の夫婦さん。ありがとうございます。10位、富安さん、花井さん。お嬉しい、指輪と。<laughs> 11位、紀子さん、ごめんなさい。<laughs> えーと、なんだっけ。えー、は、ま、十、あ、12位に、2位。 肩けんのデルさん、ありがとうございます。十三位じゅんらむさん。ありがとうございます。すみません、前髪がめっちゃ適当。<laughs> あ、五十七分急がなきゃ、やばい、チャットが送れないよ。あの、また一時するので、ぜひフォローしてくださったら嬉しいです。 ということで、ありがとうございました。そう、あの、私、あのね、最後がね、切れちゃうと申し訳ないから1位から読むんです。<laughs> 私だけですよね、1位から読むの。ということで、また、ぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。またね。